マイケロジオファゲスラミレジアメリカンシクリットは、スズキメシクリット化に分類される魚類のうち、主に南米産のものと中米産の熱帯魚を合わせて呼ぶ、時の通称。ただし、エンゼルフィッシュやディスカスなど、単独で有名なグループは除く場合もある。南米産のものは、宝石にも例えられるアピストグラマなどの小型種と中、大型種に区分される。 アピスタグラマかかってユイズダイクロススフィリメントスス、現地での生育環境が厳しいためか、縄張り意識が非常に強力な種類。コンラート・ローレンツが、実女の、ソロモンの指輪で、宝石魚という名前で、夫婦で子育てをする魚としてその生態について、述べている魚は、アメリカンシクリットの一種であるヘリクティス・カーピンテである。ありがとうございます。